コミ取材をさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず、代表で私の方から3つ質問させていただきます。その前に、皆さん順番に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、セーラームーン月のうさぎ役の大久保さとみです。よろしくお願いします。はい、千葉守タキシード仮面役の大和優雅です。よろしくお願いします。セーラーマーキュリー水波役の小山桃代です。よろしくお願いします。セーラーマーズ日の霊役の七木香音です。よろしくお願いします。はい、セーラージュピター木野誠役の高橋優です。よろしくお願いします。セーラービーナス愛の美奈子役の坂田しおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まず、皆様に質問させていただきたいと思います。ずっとお稽古を続けていらっしゃったと思いますが、この劇場に入って作品を通して皆様の今日来てくださった皆様の前で、やってみて手応えを聞かせていただければと思います。そうですね、いつもはスタッフさんだらけのところなんですけど、コントのシーンというか面白いシーンで今日たくさんの方が笑ってくださってすごいなんか自信がついて嬉しくなりました。感動する作品になると思います。いやすごくいい仕上がりになってると思うんですけれども、昨年のものよりさらにさらになんか私たちの絆とか友情とかそういうものがもうグッと結束した感じがするので、もうぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。稽古場では分からなかった照明のすごく素敵な感じだとか、舞台の上に立つとさらに自分たちもやる気がみなぎってきたので、一回一回の公演を幸せをかみしめながら頑張りたいと思います。今回もなんかみんなすごく仲良くなれて、やっぱり私たちは一つじゃないとダメ、一緒じゃないとダメだなって改めて思いました思いました。だからそれを作り上げることができたので、ちゃんと届けられるように頑張ります。ありがとうございました。はい、そうですね、今回からマーキュリーが桃代で初めて、でいざこう劇場に入ってみて、この桃代マーキュリーと一緒になんか演じてできることがすごく嬉しくて、なんかこの子の夢だったセラミューだったっていうのを痛いほど知ってるので、なんかその夢が実現する場になんか一緒に携われることを本当に嬉しく思います。いや、はい、なのでその幸せなその絆とかその愛とか夢をたくさんの人に届けられたらいいなと思います。はい、お稽古場からキャストのみんなで本当に全力で突っ走ってきたんですけれども、やっぱりミュージカルはお客様があってから始まるものだと思うので、皆さんからの熱い視線だったり本当に笑い声が嬉しいなと思うんですけど、私たちも負けないぐらいパワーを届けられたらいいなと思います。以上です。ありがとうございます。では、山子さんにお話しさせていただきます。はい、今お話もありましたように、小山さんが参加されました。前回から比べて、今回のカンパニーのお稽古場ですとか劇場に入られてからの雰囲気っていうのはどういった感じなのかと思いました。あのですね、そう、桃代ちゃんも新しく加わりましたし、で今回はセーラープルートとあとちびうさちゃんも登場するんですね。で、ちびうさちゃんは2名、心ちゃん、大理ちゃんと呼んでるんだけど、そのプルートと新しいメンバーが加わって、なんかさらにこうなんだろう、みんなのまとまりが大きく広がった感じがして、で私はそのちびうさちゃんの父親役にもなるんですけど、もうねー、かわいいのよもうほんとかわいくって、パパになるとこういう気持ちなのかなってでこういうこと言ってると嫉妬するんですけど、そこから物語が始まるっていう感じなんですけど、でも本当にみんなが一生懸命で、本当にみんながそれぞれ思い合いながらっていうのが自然と湧いてくる物語だからっていうんじゃなくって、自然とそういう愛というか、なんというかそういう友情が湧いてくるんで、なんかもう素晴らしいカンパニーだなと思います。では
大久保さんにご質問させていただき、はい、ご質問といいますかコメントをいただきたいんですけれども、今日素敵な発表があると思います、はい、ぜひそちらについて一言お願いいたします。上海公演、上海公演、上海公演があるんですね。イエーイ。私たちはフランスに行ってきて、やっぱりセーラームーンが世界で本当に人気というか、もう何だろう、女の子たちの、世界中の女の子たちの夢だっていうのを知ったので、多分上海の方にもすごい楽しんでいただける作品になると思います。このキラキラを上海の方にも伝えれるように頑張ってきます。よっしゃー、行ってきます。